育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず、当てもなく生きてた。金のために誰彼構わず喧嘩吹っかける毎日。そんなどうしようもねえバカには天罰ってのが下る。その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組。荒川組、俺殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば、殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前、荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは裏目に出た。よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だった。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。春日一番ってガキだ、今うちで柄を押さえてる。返して欲しけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ。もうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。待たせたな、ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。助けてもらってありがとう。ごな礼なんていらねえよ。おめえのために指落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいたもん。どうして。さあな、俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。その瞬間、俺の人生はこの人に向けて伸びる、まっすぐな道になった。